トータスズブンはバージョン管理システムであるサブバージョンのクライアントフロントエンド GNU ゼネラルパブリックライセンスのもとに配布されているフリーソフトウェアである元のサブバージョンはコマンドラインアプリケーションであるが API が用意されており新たにクライアントやフロントエンドを作成することができるトータスズブンもそうした フロントエンドの一種であり、マイクロソフト Windows のシェル拡張として実装されている。Windows Explorer のコンテキストメニューにサブバージョンコマンド群を追加し、またサブバージョンのワーキングコピーの状態を示す。インジケーターをアイコンにオーバーレイする機能を提供する。トータスズ分は s o u r c e f o r g e n e t 2 0 0 7ミュニティチョイスワ h o i の ベストツールはユーティリティ法デベロッパーズ部門を受賞した。視覚的に2つのファイルの違いを比較するトータシマージ、ユーティリティがトータスズ分の配布物に付属している。tigris.org ウェブサイトから入手可能。ビジュアラリシーベニアビストータス、アンクス分などのサードパーティのプラグインを使用して、マイクロソフトビジュアルスタジオに統合することができる。サードパーティーレポジトリーの モニタリングアプリケーションである SVN モニターはトータスズブンを使用しており2011年にベルクレルに進化した公式ウェブサイトから配布されている言語パックをインストールすることでトータスズブンのユーザーインターフェースを日本語などに翻訳することができるありがとうございます